南蛮人トライズ神戸市立博物館、南蛮病ブリスボン国立古美術館本図は、内禅の落観はあるが、病法が異なり、別人の作とされる、仮の内禅源な2年4月3日は、安土桃山時代、江戸時代初期の仮の葉の絵師。内禅は5、名は15、通称は九蔵、陽名は九蔵、法名は一王、あるいは一王歳。 息子は、日本初の画伝、丹精和鍵集を表した狩りの一系。風俗画に優れ、報告採れ図、南蛮屏風の作者として知られる。荒木村重の家臣、一説に池永重元の子として生まれる。天正六年頃、寝頃密言院に入ったが、後現続して、蚊の松江に絵を学んだ。丹精和鍵集では、我が家の加工となるはすこべる本位にあらずと、 十回しており、鹿が、織田信長に滅ぼされて、仕方なしに絵師となった事情が伺える。天正十五年十八歳で、鹿野しを称することを許され、同時期、豊臣秀吉に登用され、以後と臣家の御用を務めた。文禄元年、鹿の光信のらと共に、肥後国名古屋城の障壁画制作に参加、翌年にはそのまま長崎に赴いている。 この時の視覚体験が南蛮屏風の細やかな風俗描写に生かされているのだろう。後に、豊臣秀頼の命で家原寺演技の模写をしている。大阪の陣の翌年、豊臣氏の後を追うように亡くなった。内前の画系は江戸時代になっても、表市、根岸みゆき章仮の家として幕末まで続き、国絵図政策を得意とした。九州の維持、岩佐またべは、 内禅の弟子とも言われるが、確証はない。また、水墨の課長が、人物画などでは、同時代の絵師会、北遊末の影響が見られる。ありがとうございます。